ウシオ TV しますので、反対側の椅子の2番お願いいたします。はい、聞いた番号と同じぐらいか。よし、前回打つ台のちょうど真裏だな。前回この列はもう当たりだったんだね。はい、こんにちは、ウシオです。ウシオ TV 出すわらび天編、先月に引き続きですね、2回目の収録実践になります。11月の5日、一応毎月5日という感じでスタートしてるんですけども、前回衝撃でしたよね。まずその昔のお店を知ってるわけですよ、エンジェル時代を。もう全くですね、店内の内装じゃないな、もうなんだろうな、お店の作りそのものがもう全然前のエンジェルのもう面影が全くない、もうなんかもう最新鋭の設備バチーンっていうですね感じになってるところで、まずちょっと驚いて、でいざ蓋を開けてみたら、まあね、推定全録なんじゃないかと思われるこの列がですね、まあ、こう何本も入っているような感じで、まあ、出す東十条店系列の同じ京浜東北線、京浜東北線沿線ですけども、からの流れがありますんで、まあそれなりにやっていくんじゃないかと思ってたら、もう想像をかなり上回ってくるような状況でございまして、前回の流れを受けての今回2回目、まあ、期待するなって方がまあ無理ですよね。で、抽選47番でした。抽選に参加した人の人数でおおむね80人ぐらいかな。で、まあ、飛び込み100人ぐらい、100人ちょいになったかなぐらいの感じなんですけど、意外とね、意外とねっていうか、出す東十条店ってもうジャグラーメインのお店じゃないですか。何でもみんなジャグラーに行くんですけど、やっぱ AT や RT 強いんですよね。で、何でも番長だったりとかその他もろもろにも流れる人も結構いて、朝入店のタイミングだとマイジャグとかも無理ですね。あっちのマイジャグだったり、それからなんだファンキーだったりっていう、あっちはもう取れなかったですけど、アイム系は比較的その選べる状況だったんで、まあちょっと過度に安易に行ってしまったんですけどもね。前回かなりですね、その寄せてというか、ただまあそのあたこの島間違いないねっていうところ以外の島にも普通にこうパラパラ入ってたんで、まあ、一番いいのはだからその島積もっちゃうこと、うん、でダメでもまあそのピンポイントでどっか積もると、まあ、前回の傾向からするとですね、まあそんな感じで一応その想定しながらやっていこうじゃないかと思うんですけど、あら、まあその時その時によってですね、状況あるいは傾向ってまあ変わるものだと思うんで、まあ今回まあ前回の傾向が通用するのか、それともまた今回新しい感じというかですね、前回とはまた違ったパターンになってるのか、その辺ちょっと分かんないですけども、故にちょっと探り探りです、その辺も含めて。だから周りの状況かなりね、逐一ちょっとチェックしながらやっていこうと思います。まあアイムジャグラー早い時間帯だったら、まあ、何台か耕せるかなっていう雰囲気ではあるんですけど、まあ、どの道時間経つと埋まっちゃうんで、まあ、なんとか早い段階で状況をまず精査して、で、まあ、できればやっぱり E 台に腰を落ち着けるというのをちょっと念頭に置きながらやっていこうと思います。実践行ってまいります。これね、ちょっと寄ってリールよ、これガックンね、どうなんだろう、今の多分俺のに肉眼ではガックンしてないように見えたんだけど、ただね、ガックンチェックをしてる人がいないんで、そこはまあもう気にしなくていいってことなのかな。前回もそうなんですけど、そうだな、昼過ぎぐらいにもなるともう割とビシッと埋まっちゃうんで、朝はね、まあ、アイムとか方面は多少ね、まあ、余裕あるんだけど、まあ、何にしろだから、売り切れる前にたどり着くことだよね。で、前回ね、まあ、初めて来てちょっと探り探りな感じだったんですけど、
初っ端だからミラクルジャグラー打って多分前回捨ててるんだよね俺。ただまあその後おそらくまあ全力じゃないかという島にまあたどり着けましたんで、まあ、結果オーライなんですけど、だからまあ本来そういうことやってると負けるからね。まだあんまりだから慎重になりすぎてこう1台に縛り付けられちゃうと自前には売り切れるよっていうこともあるんでね、あんまりこう余裕かましすぎてもダメなんだけど、ただちょっとまあ周りの状況を見ながらね、場合によってはだから前回なんかはミラクルの島そのものがね、なんだったらあれも当たりだったんじゃないかっていう雰囲気だったんで、ただ自分の台が微妙でも場合によってはその周りの状況で島を積もってる可能性があるぞっていうような、もし雰囲気が感じられればね、場合によっては多少へこんでもまあ我慢しなきゃいけないのかなっていう。だからこの間もね、もうちょっとあのゆとりを持ってやってれば1台目もまあミラクル捨てずにまあ済んだと思うんですよ。だからその辺の線引きだから、どの辺ぐらいまでまあ打ち続けるのかっていうね、まあ、難しいけどね、やっぱ朝打ち始めて、まあ、変な話当たんなかったら、おい1台にやっぱ1万入れるのって難しいと思うんですよ、なかなか前向きに。じゃあ次行こうかってなるから、よい、まあいいんじゃない、3000円。前回は少なく見積もっても3本から4本当たりの島がありましたんで、まあ、今回どういう感じになってるか分かんないけど、まあ、そういう固め入れみたいなことをするっていう、もう前例はもう確認してますんでね。じゃあまあ、あと1個まあそうだね、もし最終的に当たりの島なり当たりの台なりにたどり着けるんだとしたら、まあ、これが当たりなのがまあ一番いいんだけど、そうでもなかったらやっぱ答えにたどり着くまでにいかにそのお金使わないか。よかった、これでもうやること決まったって言ってね、打つ台が決まって、だそのタイミングでじゃあ3万円使ってましたとかね、ないじゃない。なるだけ安くね、ゴールにたどり着くと。隣の隣の隣の台が間2台空いてるけど、座って早々化けっていう具合でね、だから周りが盛り上がってきてくれると、あ、この島自体が当たりなんじゃないかっていう予想もできるお店だということですんで、まあ時間が経っちゃ分かんないけどね。いいよ、俺のじゃないけど、そういう、なんだろう、この島当たりであってくださいっていう、まずテンションで打つわけじゃないですか。ほらもうバケ2連だもん。となんかね、みんな頑張ろうみたいな変なテンションになるよね。普段は、ね、ある意味ライバルであるはずのお客さんが、ね、チームじゃないけどね、まあ、変な一体感を感じてるのは俺だけかもしれないけど、76いいんじゃない、そい、いや、いいです、いいです。まあ、10台中だから5台稼働しててね、ちょうどみんな同じようなペースだってんだよね。2回、向こうも2回なのかな。いや、全体の足並みは揃ってるね。ただまあ前回ね、島単位でごそっとこう入れてきたっていう傾向が、果たして今回も等しく
通用するのかって言われたら、パチスロそしてジャグラーはね、あの生き物ですんで、でまたこんだけ台数ありますからね、そのお店の方もね、いろんな多分パターン持ってるんじゃないかと思うんですよね。だからあんまりこう決めてかかるのも良くないんだけど、ただあの前回のあの感じを見ちゃってるからね、今回ももう一発かぶせてきてんじゃないかっていうようなちょっと気にもなっちゃうんだけど、120、まあいいやね、ストイック、ちょっとこの島怪しくないですか。隣さんも5ゲーム朝、ね、これでもう化けが跳ねてくれるような感じになればね、もう大丈夫。ほらちょっと集まってきたよねみんな。でも前回の時どうだったかちょっと忘れたけど、この台が朝俺の目にはガックンしたように見えなかったんだよね。で周り見せてもガックンチェックをしている常連さんとおぼしき人たちが少なくともこの島っていうかボックスの中にはまあいなかったということなんですけど、まあ純粋に変更してね、どの台も回してんのかどうなんだろうね。だからまあこの台が、まあ、もしこの後ね綺麗に出て、あ、まあもう間違いないですねっていう感じになるんだとしたら、逆に今その朝の学区のあるなしはもう気にしなくていいとっていうことなんだけど、まあでも興味ね、これだけお客さんいてで学区チェックしてる人がいないってことは、おそらくだからまあ気にしなくて OK っていうことなのかな。前回のだからあのミラクルの時にどうだったかな、ちょっと後で見返してみよう。ただあのじゃあ設定変更しました、まあ対策というか1ゲーム回しませんっていう状況でも本当ね個体差があってね、分かりやすくねこうバイーンってなる台もあれば、あれちょっと今どっちみたいなこともあるし、場合によってはねこれ完全にガクンしてないよねっていうことまであったりするんで、あんまり、まあ、一瞬のことだしね、あんまりそこは、まあ、分かりやすくガクンする場合はまあいいんだけど、そうでもないときあんまり、だからそのじゃあガクンしなかったというかガクンしたように見えなかった時でも決めつけんだよくないよね、はい今しなかったっていうのね、実は変更だったりとかするからね、そういう台昔ね、あの閉店後に変更してこう、じゃあ1ゲーム目こう回してみてどの程度じゃあ学園をカンパできるのかっていうようなことをやったけどね、全体のね、まあ6、7割は確かああ今したねっていう感じだったんですけど、残り2割か3割か分かんなかったんだよね微妙に。っていうのをね身をもってね経験してきてますんで、まあジャグラーはまだいいけどそれでも大部分まあ見抜けると思ってますけど、難しいのが花々ね、あれは俺にはもう多分一生分かんない。たまに見えるっていうお兄ちゃんに見てもらうことあるもんね。で分かりづらいっていう人はなんかね携帯の花々の話ね、ムービーで回してスローで見ると意外と分かったりとかっていうことがあるみたいですよ。
いやっていうのもなんかこう朝こうリールをこう動画撮りながら一眼回してる人がいて、それ何やってんのって聞いたら、こうやってスローでやるとこう一瞬そのリールが上がるからそこで分かるんですよっていう、あなるほどですねっていうことがあったけど、何かと思ったよね、リールムービー撮って当たってねえのにすげえマニアだなと思って、そういうことじゃなかったみたいね。昔秋葉原でそれこそ動きの初期の頃のエヴァが導入された時にそれのデータ取りかなんかで行って、外人の観光客の人たちがベル揃ってハイタッチして写真撮ってる人たちいたけど、もうそのノリかと思ったもんねそういうことじゃないんだ、うん、で比較的浅いとこでのっけから3回当たりましたけど、ここで190何番200だね。ただ全体的にまんべんなくまあ順当に当たってるっていうのと、ね、まあまあ本当ここからものの2回とかぐらいペロペロって当たってくれるとまたそれはそれでね、がぜんな感じになっちゃうんで、だからいい方に傾いてくれりゃいいんだけどね。このっていうところでたまたまハマりが先に来ちゃったりとかすると話がややこしくなんだよな。でまあこう設定をしてるときってまあそういうときなんですよ。序盤ハマってほしくないところでハマって確率落としちゃってね、でましてや持ち込みなくなっちゃって、表面上の確率的にこれ追っかけるんだったら次行った方がいいんじゃないかなっていう空気になったときに一度掴んだね、いい台を捨てるんだよね。だ結論ね、やっぱね1000ゲームじゃ分かんないんだよね。分かることもありますよ、そのいわゆるロケットスタートしてくれれば。ただじゃあ最初の1000ゲームでじゃあもうそれこそレギュラーをね5回とか6回とか引っ掛けて、かつまあ、形になるみたいなことなんで、まあ、こうせって今なったら5、6とか打っててもまあ本当何回かに1回か5、6回に1回とかそのぐらいじゃないかな。で基本的にはね、どうなのどうなのっていうとこから始まるもんだと思ってた方がいいよね。大体そうだもん。ギリギリ311飲まれる寸前。591で3の1、147分の1だけど、まあ、ちょっとまあ軽くはまりましたんで、まあ、この後だね。さあ徳田原でなんとかつながってどうなんの。ここはもう仮にこの台がこう設定なんだとしたらね、絶対つながんなきゃいけないとこ、つながんないと捨てますんでね。捨ててもいい台なんだったらまあいいんだけど、捨てちゃいけない台だとしたらもうここだよ。まず第一関門つながったね。62、そろそろ化けの一つもできてくれた方がまあいい。はい、653ゲームで3の2、130分の1。ねえ、これでまたちょっと分かんなくなったぞ、いい意味でね。でこうやってまあ持ち玉で粘れてればね、
どっかでまあ一山二山来ますんで。はい。71、ね、悪くないよね。からの、いや、いい当たり方。これで120分の1になった。ね、全然持ち玉でコンスタントに当たってる部類だと思うんですけど、まだね、ちょっとした本当ハマり一発でね、持ち玉全部なくなっちゃうぐらいの出玉状況なんで、ね、本当どっちに転ぶかって感じだよね。200ゲームちょっとまだだから出玉がおぼつかないんだよね。ちょっと流れを大きく呼び込むようなちょっときっかけが欲しいね。253、いやーどうなの、4の3で139分の1、いや悪くないのは分かんだけど、結構なさざ波で推移しちゃってるよね。ほんともうどっちに転ぶかって感じだな。いやまあジャグラーそうなんだよね、前半本当140、50分の1前後ぐらいで推移しちゃうとなかなか結論に至らないというか、ちょっとしたハマりでやっぱ確率は大きく前後するんで、今まだ総ゲーム数で995、さあどっち、あバケ、ね、995で4の4、全然 OK なんだけどね。ただ今のこのバケ2連でまたちょっと景色変わったね。いいよ悪くない、言ってもね打ち始めからまだピークの出玉がね500枚多分超えてないんだよね。そうまあほんの150とかぐらい程度でも持ち玉がねほとんどなくなるっていうね。まあ一つの理由としてはだからビッグが連チャンしてないんだよね。ねえギリギリのとこであともう60枚ぐらい、7、1210ゲームで4の5、134分の1、いやー飲まれるか、まあまだやめらんないよね。いやまあここはね全力で我慢だと思いますよ、さすがに。ね、行く道を行かないとね、出るもんも出ない、ね、ね、今174ゲームだけど、まあ、ここ一発はお付き合いしてみて、で、まあ、その後どうなるかってとこで、まあ、判断するべきかな。まあ、ある程度これ良さそうなんじゃないかっていうところまで行ってからのスランプなんで、まあ、嫌をなしに、まあ、粘らなきゃいけない状況になってるんだよね。と中身伴っての追加投資だったら全然喜んでいくらでも入れるんだけど、これがだから最初の1000ゲームがたまたま、ね、いい感じ当たっちゃったっていうことなんだとすると結構大問題なんだよな。239、229か、
全部で7000円。ああ、まあジャグラー打ってたらね、このぐらいのシビアな展開ってよくあるんで、いい台打っててもね、まあ我慢だよな、ね、ボーナス感で深いところまで持ってかれるわけでもないし、当たり方はそのものは悪くないと思うんだけどね、ただまあスケールがちょっとちっちゃいとだけ、もうワンランク上のね当たり方をしてくれると逆にもういかにも高設定な感じなんだけど、だからいちいちボーナスの当たるゲーム数が20ゲームマイナスぐらい、今まあボーナス10回引いてるけど1475で5の5でしょ、だからこれが1回あたり20ゲームマイナスで1276ゲームで5の5とかぐらいだと、まあもうとりあえず大丈夫かなっていうね空気になるんだけど、深い浜にもない代わりにねちょっと早い当たりがないんで、まあそこだよね、71、はい、ようやくまあちょっと早めのビッグがつながったんだけど、ただこの71ゲームがねだいぶ恋持ち悪かったね、半分ぐらい飲まれたんじゃないかな、まあ全然4以上とかっていうくくりだったら、まあ今の段階だったら予想してもいいかな、予想してもいいというか、うん、予想できるんじゃないかなと思う、まあ実際137分の1だしね、朝から打ってコイン持ち的にいわゆるなんかこう6のコイン持ちじゃないなっていう感じがあるんだよね、とやっぱり4号のライン、まあ化けがねこの後跳ねてくれれば5を予想できるし、あれはまあ今ぐらいの300分の1から350分の1ぐらいの間で推移するようだと、まあ予想が4ってなってくるよね、うい66、ビッグなら音が変わる、あーそっちか、6の6で131分の1、5かな、うん、5かなこれ、まあ俺マスカット数えないですけど、一つのそのバロメーターとしてね、ビッグ5のクレジット、やっぱね6とか打ってるとね40ゲームあるいは50ゲームをね超えるようなね場面がね要所要所でね来るもんなんですよ、今日今のそういう感じがないんだよね、なんかもうそれこそ20ゲーム台とかでクレジット枯れちゃったりとか、今いいけどね、会社の格付けでいうと、格付けというか役職でいうと、まあ、役なしから平社員から課長に上がったぐらい、だからこれでもうビッグが2回ぐらいペロペロってきてくれればね、ちょっと部長も視野に入るかなっていうぐらいだね、だ将来がだいぶ見えていくんじゃないかっていう、ただこのまあまあ71ビッグと66バケでようやくまあ平社員からね課長に昇進しましたよ、12時20分現在、だからこの台が島耕作なのか浜崎伝助なのかって話だよね、その伸びのあるちょっと人生をね送ってもらいたいもんだよ、いやしかしまあ4号でなんだったら全然5を予想できるぐらいの感じなんだけど、いやあるんだよねこういうのね、この行きそうでいかないね、このじいさんとばあさんのセックスみたいなね、ただこういう台はやっぱりきっちり打ち切ること、もじもじしてなかなかねその出玉がこう伴ってこないから、気持ち的にはねじゃあ何だったら浮いてる段階で
檻を見てやめちゃうかと、まあ、それも一つの、まあ、方法だとは思うんだけど、やっぱね、結論ね、ジャグラーもそうだし、花々もそうですけど、本当、残るのって、その高設定を回したその時間に対する、まあ、期待値っていうのかな。で、仮にね、これ、じゃあ、最後まで、今日このままもじもじして終わっちゃったと。ってなっても、まあ、時と場合によってはね、逆にその、本来の期待値を、大きく上回ってね帰ってくることもあるんで、ある程度やっぱそういう長い目で見てやんないと、俺はいつもいつもねいい台打って綺麗に反応してくれりゃこんな結構なことないんだけど、結局いい時もあればなかなかね苦戦する時もあったり、場合によってはへこんだりする時もあるわけで、そういうの全部まあひっくるめて結果その高設定を回した時間分だけプラスで残ってくるんで、まあ分かんないですよこの台のだから実際の中身はね。ただまあ状況とあと内容と照らし合わせてありそうっていうことなんであれば、もうそこはねひたすらねもうやれるとこまでやりきると、まあ、一つの目標としてざっくりね半日回して2000枚残ればもういいよねっていう、まあ実際のところね半日打って2000枚定まで残るジャグラーはこのように存在しないんですけど理論上ね、ただまあまあぐらいのことはまあよくあるんで、一つまあ分かりやすくそのぐらいのラインを目標にまあこういつも打つんですけど、逆にってやって2000枚残る日があるってことはね、1000枚にも満たない日もあったり、ただまあ実際1000枚に行かないんだけどね、半日まあ3000ゲームぐらいだと確率通り引いちゃったらね、いい時もあれば悪い時もあって全部ひっくるめてっていうことですんで、188そいやや増え、うい135いやナイスキル休憩だったんじゃない、これでざっと4だな、まあ1000枚までいかない、1000枚弱ぐらいか、ようやく箱に届きそうなぐらいのとこまで来た、まあ拡大係数機なんだけどね、8の6で130分の1、まあ130分の1ぐらいの確率でまあ推移してくれてる分にはまあ当然ねまあ比率にもよるけどまあまあ平和なわけですよ。ただそうだな、130分の1から140分の1持てると150分の1までいっちゃったらもう当たり前なんだけど、ビッグが先行しないとやっぱ気持ちよくね値玉が増えないんだよね。130分の1ならまあ、まあ11ぐらいで、でもまあまあそれなりに、ね、満足度の高いパチ取りにはなるんだけど、ただ130分の1では260分の1、260分の1でビッグレギュラーねを引いてるような感じだとやっぱり一気に増える場面がないんで、ちょっとその要所要所でねちょっとした中ハマりとか程度でも出玉的にダメージ食らうよっていう、だからまあこれがね100分の1とかさもう完全に振り切れるような
確率で当たり取れてれば、もうこの際多少ねレギュラーが先行しようが問題ないんだけど、本当だから5-6のラインぐらい、5-6よりちょっといいぐらいとかぐらいの確率でも、やっぱね1-1未満、ビッグが1対1以上でやっぱ引けないと、それなりにねしんどい時間が出てくるからね。まあまあまあ、それ込みのジャグラーなんですけど、やっぱノンストレスで打ち切ろうと思ったら、まあ、微妙な確率になればなるほど、やっぱもう微妙な確率というか、もう何だったら5-6のラインとかで当てられている時でも、多少ねやっぱビッグが先行するような展開になってくんないと、なかなかどうしてってところあるんでね。だからまあこのぐらいの感じだったらまだいいですよ。常時 2-3 回ビッグがレギュラーを超えてるぐらいので、130分の1から140分の1ぐらいだったら139、いやいいよ、ビッグならそこそこ増える。よし、ちょっと拡大係数機使っちゃおうかな。じゃあ9-6で129分の1、まあねレギュラーも一声なんだけど、まあいいよね。今日はどうだろうな、まあこの島とかはっきり言って怪しいんだけど、どっかに強烈に固めてるっていうよりは全体にまんべんなくな印象の方が今んとこは強いかな。だからね、ポツポツね稼働してない台があるんで、っていう台が回ってきてみたら今度また、ね、違って見えるかもしれないけど、てかまあ動いてる台に限ってまあまあいい挙動してるからね。6-8、6-5、7-9とかまあ見えてるとこだけど、ね、粘って粘ってなんとかね、まあ、箱っていうか、まあ、拡大係数機にコインを移しましたと。でこの下皿ビッグ1回分で、ここでねだから本当はもう一山かぶせてくるぐらいの勢いが欲しい。まもなく200、落ち着いちゃったかな。この下皿1回分本当は飲まれたくないんだよね。いい感じで増えたとこから、ね、300いきそうだね。下皿にビッグ1回分プラス、まあ、40-50 枚ぐらい。まあでもまあ今回まあコイン持ちよかったんじゃないかな。なんとかマイナス域に行く前に、ね、決着つけないとだね。ね、半日も打ってれば、まあ、1回2回4、500ぐらいのあまりはまあまあ覚悟はしてるんですけど、ただまあ今日に関して言うとカーンっていうね、その右肩上がりに跳ねるような場面がね少ないから、ちょっとボーナス感の深いやつ食らいたくないよね。と一気に増える場面がないから、挽回するのにまた時間かんじゃないかっていうね。313、なんとか400までに。カードに400枚、もうまたトントンぐらいのところにしちゃったよね。ここでだから踏みとどまって、なんとかもう一山掘るぐらいの感じになってくんないと、まあ、これ飲まれてドボンとか、ちょっと、まあ、こんだけ長い時間粘ったからね、時間にしてあと1時間半ちょいか、今日一の頑張りどこだねというか、しのぎどころ、ここしのがないとね、ある日突然来るからね。129分の1だったんですけど、さっきまで。いやー、追加投資したくないねー。言っても投資350枚なんで、
まあ、今ビッグ引きゃまたすぐ逆転なんだけど、まあ、やっぱりね、今あっと見てきたけど、まあ、この時間になるともう当然ね、あ、これ間違いないねというような台がまあそこかしこにあるんですけど、まあ開かないよね。で、まあ、アイムとかだと場合によってはそのレギュラーに寄り切られてしんどくなってやめちゃったみたいな台とかもね、ちらほら出てくることはあるんですけど、今見た感じだとそういう台もちょっと埋まっちゃってんだよね。ちょっとこの今は664ハマリ、このハマリ一発でだいぶね、ちょっと説得力に欠ける内容になっちゃったんで、まあ、まあ一発はあるんだよね。でもはい、とうとう持ち玉がなくなりました。いやー、この時間からのセカンドスきついね。743ハマるかね、あそこから。すげえいい感じだったのに、今すげえって、まあそこまでじゃないけどね、えしのいでしのいで千枚乗っかって、あー、これもう大丈夫だってとこからだからね。774、いやー、追加1000円、あ、2000円か、全部で9000円ね。まあ、ざっと残り30分だと思ってたらいいな。だからまあ400ゲームぐらい回せんすけど、まあ770からハマって抜けたはいいけど、まあ向こう100ゲームからまあ150ゲームぐらいまでのまあ勝負だと思いますよ。で、150超えたらないとかっていう状況だと、まあ、さすがに厳しいかな。43、うえ、いやー厳しい。まあ、当たんないでいいけど、27、お願い、あー、とう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 、9の9で154分の1、って上がっていくんだけどね。だからこれ3つともビッグだったらもう勝ちにできたんだけど、64、いや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 、こういうことすんだ。これどうなんの、2846で9の10、149分の1で、実は5でしたとかあんのかな。じゃあこの4連が全部ビッグだったら、まあ、ウハウハとは言わないけど、ね、もう今1000枚持ってんだけどね。じゃあ、まあ、あとカードに6000入ってますんで、まあ、これだけやっちゃおうか。ねえ、なんやかんや、まあ、レギュラー引けてるんですけど、ビッグがね、3076円回して9回だもんね。と、まあもう変な話、1より悪いよって話で、まあそこがやっぱぐらいでしか引けないと、まあこうなっちゃうってことだよね。まあこの際1と6で分母20しか違わないからね。まあこればっかりはね、まあ、アイムジャグラー打ってるとしょうがないんだけど、まあ、終始まあビッグが弱めで、で、まあ、レギュラーもちょっとムラっ気のある当たり方なんで、まあ、結果的にやっぱこう
まあ、終盤特にだけど波が荒くなっちゃったよね。前半まあダラダラしてたけど、まあ、比較的浅いところ浅いところで当たってて、あの770ハマってこれでも間もなく400だもんね。まあ結論この今のまあこのハマりはまあもうビッグが引けてないと、770ハマってるとこからビッグアンのハマりが始まってるんで、もう軽くまあもう1000以上、1200とかハマってんのかな。はい、という感じでだいぶ悔いの残る実戦になってしまうんですけども、まあこの頑張りがねまたいつかね、じゃあ推定4みたいなのを打ったときにいい方で跳ね返ってくるかもしれないからと前向きに納得したところで終了でございます。はい、実際終わりました。ズバリ4ですよね、ズバリ4だと思います。まあビッグが引けないとああなっちゃうんですよ、まあ当然ですよね。でまあレギュラーの確率がまあまさに4だったんで、まあ設定4と予想するんですけど、まあ途中経過見ても、まあ、一発ね、だから本当あの敗因、あの770ハマりあれがもうちょっと浅いとこでね決着ついてればっていう感じですよね。で抜けて4連がね当たったのはまあいいですけど、で全部化けて、ただまあそのケツ4連化けがあってくれたおかげで、あやっぱ4だねっていうところでまあ納得して帰れるんですけど、まああの典型的なジャグラーのあの高設定で、まあ実際わかんないですよ設定は、けどまあ高設定で苦戦するときってまああんな感じだよねっていう結論でございます。で状況ちょっと最後まあ全体ピーピングしたんですけど、前回かなりその島にこう寄せてやってた感じですけど、今回ね雰囲気としては全体のベースを上げてでこうばらまいてる感じ、まあ、どの島にも当然あの5、6っぽいあったんですけど、逆にそのズコーンってへこんでる台があまり目につかなくて、例えばあやっぱり4ぐらいかなっていう感じの台がですね相当数あって、うん、っていう感じだったんで、全体のベースをこう上げて、うん、遊びやすい感じに今回仕上げてきたんじゃないかと。ただまあっていう中にもですね、まあ、相当数間違いないねっていう台があったんで、まあまあっていうのをつかめなかったのがまあ、まあ敗因というかね、ただ俺別にその負けるようなことを今日した覚えもないんですよね、うん、ただまあジャグラーの4ってあんな感じなんだよっていうのを分かってもらえれば、で実際まあ今日の台のじゃ設定が4なのかっていうのは分かんないですけど、じゃあ実際に4だったとっていう時にああいう展開で、うん、こう割と浮いてる時間とかもあるんですよ。浮いてる時間とかもあって、あこれもしかしたら5、6まで予想できるんじゃないかぐらいの時間帯とかもあったりするんですよ。ただ結局あのね要所要所でねしんどい時間帯がこう出てくる、絡んでくる、うん、いう感じで、やっぱりね読んでもノンストレスで最後まで叩き切ろうと思ったら、まずもやっぱ大前提としてビッグを確率以上に引くこと、まあもうそれに尽きるかなと思いますね。まあ、4とかだと何回あの化けもそこそこ回数上がってきちゃうんでね、うん、やっぱりもうそこをいかに確率以上に引けるかどうかっていう勝負だと。で今日は引けなかったからまあ結果負けたという感じでございますね。昼過ぎぐらい持ち玉千枚で合算もね5、6超えて、しかもまあまあレギュラーとの比率見てもあまあ5ぐらいまでだったら全然、まあコイン持ちがねちょっと今日終始6の時のそれに比べると弱いなと思ってたんで、まあまあ予想するならまあ最後5、6ぐらいの感じで推進だったらまあ5になっちゃうのかなと思ってたんですけど、うん、まあ結果4かな、うん、まあただ一つね前回の配分のパターンと今回の配分のパターンちょっと若干また変化がありましたんで、っていう意味ではまあ一つ次回以降勉強になったというか、うん、どっちがいいんですかねその島に寄せて、うん、それとも全体的に、まあ、どっちでもいいか、ね、まあ、どの道もいっぱい入ってるっていうのだけはもう分かりましたんで、
で次は12月年内最後になりますんで、また12月の5日かな、5日ですね、2017年、まあ、次で3回目になりますんで、なんとかですね集大成になるような次戦ができればと思います。結果マイナス750枚でしたけども、それなりに収穫になった次戦だと思ってですね、人知れず納得して今回はこの辺でフィニッシュという感じでございます。またお会いしましょう。さよなら。